本当にちょっとホッとした気持ちになりたくって来られる方があったり、ニーズっていうの結構あったんですね。少しずつ広まっていって、今鹿島で25、6カ所のカフェが活動するような状態になっています。山崎圭一、年齢は72歳11ヶ月です。妻は小学校の教員をしていました。でそのまだ現職中だったんですけれども、55歳の時にレビー小体型認知症を発症しました。で最初の頃はそんなに、病気といっても目立ったことはなかったんですけれども、冷蔵庫の中に同じものがいくつも買ってきてあったり、それから昨日のことを全く覚えてないんや、私一体何しとったんやろうといったふうな、そんな、私に対しての問いかけがあったり、それまでもちょっと感情的にきつくなってきたかなっていうふうな思いもあったりしまして、で一度受診した方がいいかなと思って、で神経内科を受診しました。初めのうちはまだそんなに症状がないですから、車の運転なんかもしていました。で家事もある程度できていました。ですがやっぱり1年2年と経っていくうちに、レビー小体型の特徴である幻視、幻聴、それからパーキンソン症状とか、そういった症状が出てきて、私の家内に対する接し方っていうのがどうしてもきつく当たってしまったり、それからで間違いを指摘してそれを直させようというふうな思いがありましたから、でそのうちに妻の方はだんだんと私が妻に対する態度から、私が妻を嫌いになっていったんではないかといったふうな、その時に私は実はもう一人母も介護していました。妻が発症するよりも3年前に脳出血で あと右半身が不随になった、そういう母も介護していて、でそういった苦しさを家族の会のところで吐き出すと、いやそんなみんな当たり前やでと。それから今は入院してるけれども、退院した後にはこんな風な介護の制度もあるよっていった風なことなんかいろいろ教えていただいてね、本当に真っ暗闇の世界から一歩抜け出したなっていう風なことがありました。実は妻の父親も認知症だったんです。妻が父親をずっと見てきていますから、自分が認知症というふうに診断されることに対する恐れっていうのがすごく強かったんです。妻はこの1月の21日に72歳でこの生涯を閉じたんですけれども、最初の頃は子供たちも妻にどう接したらいいのかが分からないところがありました。でも僕は精神科に入院している頃に、本当に毎日と言っていいくらい外出にで妻を連れ出しました。それからできるだけ外泊もさせようということで家にも連れて帰りました。でその時には必ず私一人じゃなくって、子供たちの誰かが一緒にいてくれるようにということで、それが妻の病気に対しての理解を子供たちがしてくれたんだというふうに思います。でもう17年間にわたる介護でしたから、子供たちも結婚し、私たちにとっては孫もでき、でも
去年の9月ぐらいから本当にもう調子が悪くなって、で食事が取れなくなって、でも口から入れるものはきちんと取らせたいということで、棒付きのキャンディーをずっと僕は舐めさせてきたんです。でそれを妻に舐めさせながら、今度は面会に来た孫もそのキャンディーを一緒に舐めると。そんな中で孫たちは妻にアメばあちゃんという、こう名称で、妻の誕生日の時にキーホルダーなんかにちょっと写真を焼き付けて、飴のついた絵を孫たちがつけてね、孫たちはちゃんと飴ばあちゃんのことを覚えてくれている。で最後の方は本当に子供たちと妻のその病気を受け入れてね、で最後気持ちよく、だから亡くなったことは悲しいけれども、妻は違うステージにまた旅立ったんだって言った方がね、そういう思いになることができて、認知症カフェはココアンという、ここ来て安心という意味で命名しました。今ここで見ていただいたら分かるように、本当にちょっとホッとした気持ちになりたくって来られる方があったり、それから藪市だけじゃなくってね、田島一円から大勢の方が来られる、そしてまた田島一円に帰っていくと。それから、まあ、私は家族の会に入ってるんですが、介護を終えてからもね、この違う場所にこういったカフェを立ち上げて、自分の体験談なんかを語ってくださったりしてね、この認知症介護の苦しさだけじゃなくってね、介護をすることによって自分が一つ人間としての成長ができたっていったふうな、だから認知症っていうのは負の面ばかりじゃなくってプラスされる面もあるんだよっていったふうなことを広げてくださっているのがね、やっぱり9年間活動してきて一番嬉しいことだなっていうようなことを思いますね。この直接関わらなくっても子どもたちの精神的な支えとしてね、妻は十分役割を果たしたし、それから今これから生きていく、僕たちにとってもやっぱり大きな支えになってくれてるかなといったようなこと、だから認知症はきっと乗り切ることができるしね、そこを乗り越えたらこうやっていろんな人とのつながりができる、そういうふうに病気に対して多くの方もね、認識していただいたら嬉しいなというふうに思います。ここに来ている人たちはみんなそれぞれに物語を持ってはる人たちでね。